マニサスポルクリビーはトルコ共和国マニサに本拠地を置くサッカークラブチーム TFF1 リグに所属している。1931年にサカリアスポルという名前で創設されたがサカリア県との関連はなかった。当時の地域リーグでは成功を収めたが第二次世界大戦で活動休止し1946年に再び創設された。 1965年に現在の名称であるマニサスポールに変更し、1985年から1988年の間はベステル・マニサスポールと呼ばれた。2001年、トルコの新興財閥であるゾルル財閥と契約し、名称を再びベステル・マニサスポールに変更した。ゾルル財閥や関連企業の巨額の資金とフロント、選手、 サポーターたちの頑張りのおかげで、2004から05シーズンを TFF1 リグ2位で終えて、クラブ史上初めてスユペルリグ昇格を決めた。マニサの近くにある大都市イズミルは、スユペルリグに参戦するクラブを持っておらず、クラブはイズミルのファン拡大にも取り組んでいる。2007から08シーズン、カスムパシャ SK に1から2で敗れたことにより16位で、 TFF1 リグ降格が決まった。シーズン終了後、ベステルはスポンサーを降り、名称はマニサスポルに戻った。TFF1 リグで好調なクラブは2009年5月3日のホームでのディアルバクルスポル戦に勝利して、シュペルリが再昇格を決めた。ディアルバクルスポルもまた昇格を決め、5月9日のシーズン最終戦でオールドスポルに勝利して優勝を決めた。 ありがとうございます。